まるで違うものになったと、うん、AI の登場で、うん、将棋が指し方にも美学があるそれはやっぱ AI には絶対真似できないすごいいい言葉だなと思って、うん、今回もノンフィクションライターの鈴木忠平さんをお呼びして将棋の奥深さを AI の登場と掛け合わせて聞いていきます 将棋あんま知らないやそれこそ世代によってはもはや「藤井聡太君は知ってるけど」みたいな若い方もいると思うんですよ正直。ひふみんはバラエティーの人って思ってる人も本当にいて <laughs> い,うい,ういやいや加藤先生ですよみたいな感じもあるんですけどちょっと文章が小説チックというかものすごい場面が浮かんでくるんで,うで、ねうん、普通にスポコン漫画とかが好きな人に読んでほしいですね。 めちゃくちゃ熱い気持ちになる将棋のことをそんな知らなくてもこれだけで僕と出上ちゃん、はい、興奮してるわけですか。だからこそルール知ってたらもっとおもろいんだろうなというシーンも、うんはい、ゲストの鈴木忠平さんは日刊スポーツでプロ野球担当を経て現在はノンフィクションライターとして活躍する人物将棋に詳しくない人にも伝えるべく取材の際によくしていた質問があるそうです まあ自分のようなこうライト層の読者の方に伝えるために、えー、あの取材のためにコマに例えると、うん、どんなコマだと思,思いますかみたいな。あ、ちなみにあのー、デカミちゃんをえ <laughs> コマで例えるとこ,こんな大字文章お願いします。あのー、でもすごいなんかあのはっきはっきりされててなんかこうはっきりした性格の方なのかなっていう。はい すごくはっきりしてもいいですか？は結構真ん中の方にいる銀っていう駒が、え、かっこいいやつ銀、熱すぎる。いでも分かります。もうそうあの頭に浮かぶ駒でした。はい。銀で結構鋭角に動いて攻める時に結構役に立つ。銀駒らしい攻撃的だと。はい。あんてるあんてる。アグレすぐもう予想だにしない動きで。 はい、え、金って真後ろにいけないんでしたっけ。えっと、はい、ぎょそれが、後ろ全然後ろ見ない。もう、はい。何にも見ないですから。ちょっと私、いいですか、原さん。いや、原さん、は本当なんか、まあ、前回もそうでしたけど。いろんなことを受け止めてくださるし、なんかこう安心して。あ場を。回してくださるんで、安心して喋れるっていうことで。金っていうコマは、本当にまさに。 王様のすぐ隣で。はい。本当に守り。も攻めにも。聞いてくる。僕は。金銀でいや、あでか美ちゃんの隣で。はい。守り。戻っていきたいと。思います。<laughs> <う>本当に。将棋には。動きが異なる個性豊かな駒があり。その人を駒に例えることで。キャラクターがわかると言います。実際の取材では。いや、もう本当。門外漢っていうの。を もう武器もそしたら佐藤さんなんかはえなんかすごいかくなに自分の正しい正統派の手をしか刺さない時期がやっぱり昔あって強者まっすぐもうまっすぐしか,いかないっていう。っていうお話もされてましたし森内さんで羽生さんのサブ世代のライバルですけど森内さんはすごい実務的なとんでもない手を刺すわけじゃなくて。 すごくこう地道な重厚な手を指している、うん、騎士だから、飛車と角でいうと角は芸術派って言われてるらしいんですけど、ね、角、はい、って斜めに動くんですうん、うんで。飛車はこう直線的に縦と横。うんうん、だから自分は飛車じゃないかなっていう。うん、だからやっぱりそう言われるとすごい騎士の方の人格っていうか、はい、人間性が自分にもなんかなんとなく掴める,る大枠で掴める。なるほど。 やっぱり A. I. っていうのが今出てきてるじゃないですか。うん、やっぱ大きくやっぱこう将棋の業界が変えつつあるんでしょうね。きっとそうですね。本当にあの本性のテーマの一つでもあったんですよ。うん、A. I. は。で、まるで違うものになったと。うん、A. I. の登場で。うんうん、将棋が。えっ、ー、と正解が。わかるようになってしまったと。うん、A. I. の登場で。うんうん、で、昔は。明確な正解がわかんないから。うん、みんなでこう。ああじゃないか、こうじゃないか。 うんうん、これが多分正解なんだろうっていうものをこう作り出していってうん、うん、今はもうあの例えば視聴者<ー>テレビ中継見てると、うん、AI の候補手っていうのが、うん、次のっ手はこれがいいですよみたいなのが出てきてその横に何パーセントってて書いてあるんですよ<ー>それは勝つ確率らしいんですけど、はいはい、一手指すごとにそれがこう変動していってだから将棋の見方とかも、ね、全く変わっちゃって。うん だから AI はなんかすごい棋士にとっては自分たちの仕事を脅かす登場したばっかりの時はものだと自分たちより強いものが出てきてしまったから棋、ねうん、士が指す将棋を見なくなるんじゃないかって危機感があったけど、えー、でもやっぱりみんな人が間違える棋、えー、士が苦悩して考えて間違えて負けて、うん、でも次またその手を改善していくっていうところが 面白くてやっぱりるって、ね、やっぱそのものすごい強い棋士っていうのは相手にミスさせる力があるんですよね、はい、これ読む限り、うん、だからそれが AI でどうしう戦ったら何も面白くないというかそれが起こりえないですからね<う>やっぱ指し方にも美学があるという棋士の皆さんには<ー>それはやっぱ AI には絶対真似できないことだみたいなのがすごいいい言葉だなと思って。か,うん、でかつその上であの AI 将棋と共存していく練習には使うけど、えー、自分の美学の指し方はあるっていうのが結構すすとたんですそんな棋士の美学指し方にも羽生流があるといいます,います対戦相手のやりたい指したいスタイルを戦型っていうのがあるみたいなんですけど、はい、それを羽生さんは必ず受けるっていうか受けてたんです 不利ですもんね。それは普通に考えたら、ねはあ、必ず相手に合わせてまずスタートして、うんはい、でそこからあれだけのこう勝率を。こうちょっとやってるんだこれ。 将棋っていうのは僕はちょっとあんま見たことがほとんどないんですけど、終わった後に感想を言い合うことになってるんですか？それう残酷だなと思いますた負けましたって言った後にあそこで負けたのかとかそうそういやだってもし自分だったらいやもうマジで最悪とか言っちゃうからなのよそういう。帰るよ部屋に。自分みたいなものはマジで最悪もう何も話したくないですとか言っちゃうから。しかももう自分を任した人と一対一でここは。 こうでしたねっていうことあれそういう文化なんですかハブさんが登場する以前はこれはあ騎士の方がおっしゃってたんですけど乾燥戦はあったんですけどすごく短かったんですってで中には乾燥戦もやらない帰っちゃう人もそりゃそうだもんいたらしいんですよでもそのハブ世代は乾燥戦をみっちりやるんですってなぜならそれが次に つながるし将棋っていうものをこう突き詰めるベースになるっていうか僕も本当にびっくりしたんであれな全野菜ってのがあるんですか将棋の対局の前にはあ、のタイトル戦の前には食べて飲んでる場合じゃないんですよ一番ゆっくり寝たいのではって思いましたよねなぜそんなことやってると騎士の方への負担が大きいのではというしかもね、あの接待みたいなことしてるんですよ騎士の人がそうですね。やっぱあれは本当にファン拡大というかはいはい あのにき士もすごくよく理解してるっていうか<ー>その自分たちが将棋を指してられるのは、まあ、見てくれる人がいるからだっていうのも理解してて必ず前夜さんにに出るんですよね伝統になってそんな人間性まで汲み取る鈴木さんがおすすめするのは映画監督としても有名な西川美和さんのこちらの一冊西川さんがエッセイを。 うん、連載されてて、はい、えっと、それをまとめた本なんですけど。しか、はい、も、意外なが、この手紙ちゃん、この西川美穂さん、このね、連載をナンバーで書いてたって言うんですよね。へえースポ。スポーツ雑誌ですよね。でも、西川さん、なんで私がここで書いてるんだみたいな。ね、<laughs> ナンバーで連載されたものが、一冊にまとまったエッセイ集。自身のランニング体験や青春時代の思い出。コロナ禍でのオリンピック、ウクライナ情勢など。 映画からは離れた話題をあえて専門家ではない目線から語っていますあの自分はすごく西川美和さんの作品のファンで、うん、映画はよく見てるんですけど物書きとしては物も小説も書いてしまう、うん、で自分で必ず自分で脚本を書かれるですよね,でねでなおかつそれを映画化する、うん、そういう人がこうどうやって仕事してるのか普段そもそもこう 文筆の時間、うん、どう作ってどんなスタイルで書いてるのか、はい、すごいその仕事のやり方を知りたいなと思っててまあ西川さんのちょっと日常を覗きたいなと思ってうん、うん、でそれが本当に書いてある本でんなんか仕事をしてない時はずっとスポーツ観戦してるとか西川さん意外ですよね,、はあ、ねなんかそういう部分ってなんか見えてきてなかった部分というか。はあうん スポーツの世界ってちょっと特殊な世界なんで、はいはい、でも西川さんはそこに入ることなく日常目線から書いてるっていう。うんうん、自分の家のリビングにいる目線で書いてて。じゃあ一応スポーツエッセイなんですか。えーっとですね。じゃあスポーツエッセイではないとですね。はい、趣味のうちの一つの人のエッセイという。スポーツエッセイという枠ではちょっとくくれないと。くく でもこういろんなこう一人の方に落合監督であったり、うん、羽生さんだったりこう注目して描かれてるんじゃないですか西川さんにも注目されてるということだと思うんですけど、うん、なんか鈴木さんはなんかどういう人にこう惹かかれるんですかちょっとこう理屈じゃないというかあの合理性だけでもなくそうの衝動を持ってる人こうせざるを得ない、えー、っていう,こう衝動のある人をなぜかそういう人に惹かれるんですよね、うん、自然に。うん はあ、今日お話ししてて鈴木さんになら話しちゃおうってなる気持ちすごい分かるというかそれもすごい「非凡人の能力じゃないですかお<の>っかり喋っちゃったこれ」そう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 喋<ー>っちゃおう作品にしてもらっても別にいいやと思って喋れるっていうのが。ええね、信頼感でしょやっぱそそうそう,そう、うんまあ、というところでね、はい、この「い、え、ま、ー、だならず」これもうこれから多分これいち早く今取り上げてる方だと思いますよこれこの本出てきてから。 またこの賞を取りまくるんじゃないかと、ね、そうだからこんなに早く取り上げたのに、うん、オンエア時期的にブームに乗ったみたいに見える可能性がある <laughs> いやもう発売直後に話してる、ね、<laughs> ときんでということでね本日のゲスト、えー、ノンフィクションライターの鈴木忠平さんとお届けしましたありがとうございました,ましたありがとうございましたチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします